アーロン・モハーメド・ビンターは、スリナム・パラ・マリボ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションはミッドフィールダー。ビンテルとも、父方の祖父の祖籍が、関東省の客家である、アヤックスの下部組織で育ち1986年に、トップチームに昇格。同年4月6日に行われた FC、ユトレヒト戦でリーグ戦デビューを果たし、この試合で、 初得点を決めた。ヨハン・クライフ監督の下で経験を積み、1986から87シーズンに UEFA カップ・ウィーナーズカップ優勝、1991から92シーズンに UEFA カップ優勝に貢献した。1990年代にはイタリアへ活躍の場を求め、1992から93シーズンからはセリエ a s ラツヨに在籍。 1996から97シーズンにはインテルへ移籍し、1997から98シーズンには UEFA カップ優勝に貢献した。1999年、家庭の事情によりオランダへ戻り、フルスのアヤックスに移籍。復帰後は次第に出場機会を失うようになり、2001年夏にスパルタ・ロッテルダムへローン移籍した後、 2003年1月に現役を引退した。1987年3月25日のギリシャ代表戦でオランダ代表デビュー UEFA ユーロ8 8大会のメンバーに選ばれ優勝を経験したが出場はなかった。1990FIFA ワールドカップでは決勝トーナメント1回戦の西ドイツ代表戦に出場し同年12月19日に行われた。 UEFA ユーロ o 92予選、マルタ代表戦で、初得点を決めた。その後、UEFA ロ九十二92、1994、FIFA ワールドカップ、UEFA ロ九十六96、1998、FIFA ワールドカップの代表としてプレ九1994年ワールドカップ、準々決勝のブラジル戦ではゴールを決めたが、2から3で敗れた。2000年に、 地元オランダとベルギーで共同開催された UEFA ユーロ2 0 0 0では3試合に出場し、準決勝のイタリア代表戦が最後の試合出場となった。オランダ代表としての通算成績は国際 A マッチ84試合出場を6得点。ありがとうございます。